さあ、行きましょう。A バンダイ先方出てくるはアイスソードを持つ男。さあ、マガトル、マガトルじゃないか、今日はいいのか、マガトルさんですね。さあ、マガトゥールさん、前作はスレイヤーじゃねえや、ジョニージャム、ジャムじゃねえよ、ジョニーバイケンって、確かジョニーがけってかバイケン側やりづらくメッセージしたけど、今作どうなんでしょう。まあガーキャンの性能は変わっていますが、かすらないいけるでしょうか。オレンでめくりから、ここはザークロしっかり取っていく。ガーキャンが超速いですね。さあ攻めていく、ジョニーだがワンコインでレベル上げて、じゃあハイカウンターしている。さあバーストゲート回しながら、ファーストとガーキャン系からの立ち回りが冴える。ここで投げ余りに対してディバイン刺して、一本選手はマガトロジョニー、中段から画面端、さあバイケン抜けたい、画面端ダッシュでラインを上げていく、カバリー。さあバイケンがもうだいぶやりづらそう。ジョニーもプレッシャー与えて、さあ中段は前パンで返していく。コインでさあステップ上げから D 円滑バースト警戒、バースト警戒、互いに様子見からじりじりとした組み合わせが続いていく。うんちょから、さあこう見ているこちら側が息が詰まりそうで怖いんですけど、この組み合わせ。構えからワンコイン、上段コインで円滑、ここはバーストを使わされていく。手だから空港ミスって、さあ投げ暴れしていかない。ここで中段刺して勝ったのはマガトロジョニー、復活した。あーごめん、ほんとごめん。配信ソフトを変えました、そんだけっす。うん、特に、画質音声と問題なければこのまま進めさせていただきたいと思いますので、どうかご了承ください。負けた、しゃあない、頑張った。はい、それではですね、次真ん中 B 兄弟を呼び出します。スーメイメイヘブンベノムアゼスケメイのチーム、対するはツエディパズドラマンエディオスカイノのチーム。やってる、ごめんごめんごめん。インターバル。いやインターバルじゃねえな、いけるいける。じゃあすいません、キッシーさんのチーム、キッシーさんのチームごめんなさい、連戦でお願いしてもらっていいですか。ラークメイアクセルアクセル、キッシーディジーのチーム、対するは、黒金ファースト、グレコザッパ、ミスターシハン、エディのチーム、
B 巨体、真ん中の巨体でお願いします。はい、それでは、さあ、中堅で出てくるのが、ディーバプレイヤーこと、初音ミクちゃんの生体コキファースト。そこはひどい名前とか言わないよ、ダメだよ。ジャンハイ回し投げ落とす。ジャンハイでなんか出ないか。コパンが早い。爆弾はかわす。ハンマーもガード。ジョニーが厳しい。おっと自爆フェル。さすが爆弾指導でござる。達者感だ。そして下段レベル3からコインコインディバインブレイド取り返す。マガトロさあ、アイシランド。延々差し込みから毒のジョニー。ああ縛れないく。毒しか出ない。ディバインで潰してチビファーストもガードで消す。タッチ系が強い。チビロボヒットからの772が出るかな。このテンションバランスはちくわが、大阪さんがちくわ取る。これだけでもうなんかすごい投げていく。勝ったのは聖大国スレイヤー。おう、大丈夫大丈夫。うん、来れる来れる。あの俺にあのほらいるいる、ほらいる、あれあれ。ああ、いや昨日あいつ俺と二人で飲んでたからさ。え、伊豆。さて、2P側中堅がトゥリオイノ。イノファースト。ファーストが割とやりやすいんじゃねえのかなと思うんですが、僕は分かんない。ジャンプ系カウンター表現からジャンハイ、エスケミ。これはコンボミスからきっちり受け身からコンボ取っていく。FB 表現、表現じゃねえ、音符。ジャンディ裏、表ジャンプ D。 コパンから PK 鉄アレギ。さあ画面端、うわめっちゃ走った。 AS が強い。超歩いて投げた。なんと優雅な歩き投げ。一発でしてるよ。じゃんけいからまずワンコン画面端、中段から青が出ないが横蹴り2連発。 S 強剣落としてダウンバストは安全に回避。FB4 分ジャンペース S 限界取れてしまう。勝ったのはトゥルーノ。まあこのカード化になってちょっと思ったんですけど、カードの戦績出るときに流れるのがステルインザダークじゃないですか。そこで使うんだったらさっさとミリアエリーで使ってほしいと思いました。マル、だってロボだってちゃんとホーリーオーダーズになってんのにね。ウォークそこちょっと納得いくわない。まああのプレマーってか家庭用のギリティの熱帯ではそういう風になってるんで。熱帯というかあのチーム CPU のやつですね。確かに網マスパペ締め。さて、ワンピガーですね。大将に出てくるのが水谷首輪テスタメント。助け
これは拘束時間が長い。一本選手水谷首当てスタメント。2S アミから KPS アミバックダッシュランズ、まだ続くが、ちょっとアミが遠かったか。当たる当たる、ジャンペースで差し返すが、こちらバスを見ていた。ゲダン、それはデッドクル返していく。テイクダッシュジャンプ系ジャンハイ S 強限、ジャンペース中段バスを立ち回りというか設置を固めるテスター。おお、マジで頭かすめてったけど、テスター神大丈夫。2敗で音符を抜けていく。グレイブディガー立ちハイアミハイ D アミ S ランズ1段立ちハイアミ PPS が入らず、近距離 S 勝ったまー。水谷クリアでした。そして 2P 側大将プリキュア、何すげえつらそうな顔でこっち見てる。名前変わってるあ、変わってねえや、称号か、称号が Y になってんのか。徹底してんな、あのプリキュア。対象戦テスタジャム、ジャンハイ裏ガード、ジャンプ D、 アーミーに引っかかる。まずは溜める。さあ堂々と前に出て体当たりでアーミーを消していく。ジャム戦利新書ガード、ジャンハイカウンター。 S ハイ龍神強化龍神、画面端持っていく。黒田がワンコンボ、もう一回溜めて置き攻め。ジャンハイ裏ガード、 2S バルが下段バスを、もう一回溜める。アーミーを消す。 FB ファントムの裏、ジャンハイから龍神激凛最新章。まずはおティンティン、手高じゃない、出そう、涼しく来た。アーミー手段に引っかかる。アーミー入らず。さてお互い膠着状態。 ANS あー足払い、交番暴れ。 ES が強い。ランズ1段マスカペジメ、まず C 筐体どちら勝ちましたか。スメさんチーム何試合、じゃあ5試合だね。5試合 OK。これはグレイブディガー。え、これ初日ティンティンじゃなくてチンチンになってたからね。これでもちゃんと帰省した方だよ、あの人。あ、俺はいい俺はいい。次、B 拠点いきます。じゃあ負けトーナメントの決勝を行ってもらいましょう。ラークメイヤクセラクセルキシリジのチーム、対するは、スーメイメイヘブンメイのアゼスケメイのチーム、B 個体で負けと決勝になります。勝ったのは水戸に組み合ってサメント。こっち側は何？
もう先行終わったの。武田さん今配信時間何分？あ、じゃあ次役、次役いきます。じゃあその前に、あ、いい、やってていい。B、ラークさんと、あ、すいません、ラークさんとスメさんのチームを、試合は真ん中 B 筐体を真ん中になります。ん、今からはい、で今ちょっと枠取ってるんで呼び出しだけさせていただきます。はい、なんだこれ、あ、そういうこと、そういうことだね、オッケーオッケー。そうですね、はい、お待たせしました、アインカイ、エキシャンザッパー、FB ポジミキのチーム、対するは、エンスレイヤー、投げファースト、カルンジャムのチーム、影響体になります。で、今、枠取ってる最中なんで、とりあえずじゃんけんで場所だけ決めてください。わかったっしょ、わかったっしょ。ぶっちゃけ、スプリットの方が簡単なんだけどね。じゃあ俺ちょっと筐体変えるんで、キミオさん、キミオさん実況してください。なんでアダムが、はい、アダムが、あれなんで。やります。もうあれですね、最後の AC ぐらいの時じゃないですか。最後の AC 大会以来ぐらいのあれですね。え、次どこやんの。